甲府市にあります保育園にお邪魔しています。今度のワクドキ山梨は保護者の皆さんにぜひ使ってもらいたい山梨県がしています日本一健やかに子どもを育むための様々な支援についてご紹介します。ぜひぜひ保護者の皆さんチェックをしてこの取り組み活用してくださいね。月曜夜6時57分